はい、ありがとうございます。先ほどまでは木下さんがなぜ国際協力に興味を持ったのかっていうところから具体的に働かれていて何をしていたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では JICA 海外協力隊に参加するきっかけから何をしてたのかみたいなところをお伺いしようかなって思ってます。ワーホリから帰ってきて東京で仕事をするじゃないですか。東京で仕事をした時に JICA 海外協力隊に参加するまでってどういうプロセスで応募していったんですか？きっかけとかから話すと、はい、私その頃洋服のオーナーシの仕事をしていたんですけど、職人の仕事で上司もすごくいい方でやりがいはあったんですね。ただ海外でワーホリとかの経験で得たものが結構パンチがあって、文化交流とか言語の交流をもっとしたいなと思って。せっかくだったら英語とかフランス語とか使いながら仕事できたらいいなって思うようになって、なるほど。じゃあそれがきっかけで海外で働きたいなみたいなのが思い始めたわけですね。そうです。その中で海外で働くってなったら民間企業であるし、海外の企業とかもあったり、一方で NGO とか NPO もあったりすると思うんですけど、なぜ JICA 海外協力隊だったんですか？多分子供の頃に見た CM とかが頭の中に残っていたの。あ、そうなんですね。と自分の語学レベルとか技術レベルにそこまでまだ自信がなかったっていうのがあって、どこが受かりやすいかなとかアタックしやすいかなっていうので JICA の協力隊がひらめいたというか。そうなんだ、はい、じゃあ実際それで年に2回応募あるじゃないですか。すぐ応募された感じなんですか？仕事の兼ね合いもあったんで3ヶ月後ぐらいに応募した気がします。そうなんですね、はい、応募した時って職種と行く国っていうところが選べると思うんですけど、はい、どういう感じで選択されてたんですか？私はもう洋服の仕事しかしてなかったので、服飾を1本で。あるんですね、でもそういう職種が。はい、ただ案件はすごい少なくって、私が見た時は13件。あ、そうなんですね。はい、300以上ありますよね。多分もっとあると思います、ちなみにその服飾っていう職種を受けるための必要要件って何かあるんですか？はい、専門学校出てるとか実務経験が5年以上とか3年以上とか。そうなんですね、はいはい、あ、じゃあそこは全部クリアしてた感じですか？案件によって違うんですけど、私は学校を出ていないので、実務経験の方で通るところを選びました。なるほど、そうなんですね。はい、実際その時ってどこの国に行こうと思って応募されたんですか？もちろんフランス語圏を探したんですが。あ、そうなんですね。はい、13件の中にありました。ありました。あったんですね。ルワンダとか入ってたと思うんですよ。確かに。あ、そうなんですね。実際応募するじゃないですか、書類が受かって面接とかもやると思うんですけど、はい、面接とかって何聞かれるんですか？職種と普通の面接があった気がして、職種の時は技術的な内容、ステップがあって事前にペーパーテストみたいなのがあるんですね、はい、面接の前に。で、この服の作り方を書きなさいとか、材料は何がいるのか、どうやって組み立てるのかとか、そういうのがパスしたら面接に行けて、で面接でその自分が作った作品を持って行って見ていただくみたいな。あ、そうなんですね、はい、じゃあ実際フランス語圏を応募したと。で、実際行った国はどこだったんですか？行った国ですか？あ、はい、エチオピアです。あ、そっか。あれ？エチオピアってフランス語圏でしょ？違います。自分の応募したものじゃないものが出てきたってこと？そうですね。あ、そうなんですね、はい、実際じゃあエチオピアの仕事内容ってどういう感じだったんですか？私が配属されたのは職業訓練センターみたいなところで、市の管轄の職案みたいなところに登録した人たちがそこのセンターに来て職業訓練を2週間ぐらい受けると。なんで私の仕事内容はそこで働く先生たちのサポートです。ああ、そうなんだ。じゃあ職業訓練校みたいなところで木下さんが服飾に関して教えるみたいな感じなんですか？私実は2代目で。あ、そうなんですね。はい、協力隊って前任者とか前に行ってる人がいたりするんですけど、先輩隊員がすでに土台を作っていて、型紙作ったりとかサンプル作ったりとか、例えばポケットの作り方とか、そういうのをいっぱい作ってたんです。なのでその先輩隊員の引き継ぎみたいな感じで、そのことを継続したりとか新しいことを教えたりとか、そういう感じでした。あ、そうなんですね。じゃあ木下さんが入られる前にベースとなるようなところはできていたと。そうです。そのできていたものに対してどういうふうに使うかとか、はい、足りないものを補っていくみたいなところを木下さんがされてたって感じなんですかね。そうですね。具体的に何してたんですか？具体的には先輩が素晴らしいサンプルブックとか作っていたので、すごい現地の言葉もすごく喋れて、同僚の人たちともすごいうまくいい関係を作っていたので、私もそうなりたいし、ただ内容としてはその先輩のものを引き継ぎつつも新しいアプローチをしたいなって思ってたんです。なので日本人ならではの技術支援をしようかなと思って、綺麗な縫い方とかそういうところにアプローチしようと思ってたんです。あ、そうなんですね、はい、専門性の技術移転っていうところは限りある時間で教えるっていうのは難しい部分もあるんですけど、大変なこととかここだけは頑張ったなみたいなところだったりします。技術移転なんですけど、結局人の入れ替わりがあるので、そうだよね、そこはどうしても難しいですね。生徒も2週間で出ていっちゃうんです。いや、きつで、本当にもっといっぱい教えないといけないことあるのに、学んだらすぐ出ていっちゃうし、先生たちも忙しくて、私も技術移転する時間もなかなか取れずに、それで1年目はそういうテクニカルなことを教えてたんですけど、1年経った後に事件が発生しまして、結構辛かったんですけど、ちょうど私の配属先の本部の上司が入れ替わったんですね、その1年目のタイミングで。私は自分の1年間の仕事内容を報告してたんです。今年はこういうのやりますって。でもその人が入れ替わった時に、私の仕事内容引き継ぎがされていなくって、評価とかも全然見られてなかったんですよ。それで「のぞみは何をしてるんだ」と「のぞみはミシンを壊してるみたいだぞ」みたいな話になって、壊してるっていうよりメンテナンスをしてたんですよね。部品を外して糸を取ったりとか修理をしてて、ミシンもうまく直ってて、同僚もすごく喜んでたんですよ。でうまくいってたと思ったら、もともとあった壊れてたミシンとかの方を見て、のぞみが修理したから壊れてるみたいな話になって、はい、今までの1年が全部水の泡みたいな感じになって、はい、でも本当に嫌になっちゃって、ちょっとやり方変えたんですよね。結局それってマニュアルとか何もなくって、私がテクニカルに教えてたことだったので、技術的なことは難しいんだなと思って、なのでもっと見やすく分かりやすい方法じゃないとダメなんだなっていうのを気づきました。そこがすごく難しかったです。これ難しいですね。上の人が変わった時に広下さんが何やってたかっていうのが全く分かんないじゃないですか。それはちょっと酷ですね。じゃあもうその1年がテクニカルなところを教えてたと。一方でその翌年の1年はどういうことにフォーカスを振り切ったんですか？マニュアル作りとかそういったところに振り切った感じなんですか？はい、そうですね。プログラムがあってトレーニングがあるんですけど、例えばポケットを縫いますと、その縫い順を分かりやすくパーツをいっぱい作って、最初はここを縫います、次はこう縫います、こうやってアイロンしますみたいなサンプルを作って壁に貼ったんですよ。なるほどね。先生たちってサンプルをせっかく作って綺麗だったらもったいないし、生徒が盗んじゃいけないからっていう理由で隠しとくんですよね。見せてよって思うんですけど、でもそれでせっかく作ったサンプルとかもほこりかぶってて悲しいので、じゃあもう強制的に貼っちゃえみたいな感じで、先生たちが例えばお茶でちょっといない時とかに、私が直接ここはこう縫うんだよとか教えて、生徒が自分で学べる環境を作ったみたいな。まあ確かにポケットの縫い方とかって口頭で言っても分かんなかったりしますよね。だからサンプルがないと生徒さんからしたら分かりづらいかもしれないですけど、そういったサンプルを壁に貼っておくことができれば、授業中授業外でもかかわらずそれが見ることができるってことだったんですね。じゃあそういうところを注力していったって感じなんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみに全然視点変えて聞きたいんですけど、はい、エチオピアの食事って美味しいですか？美味しい、私はあれってなんて言うんでしょう？インジェラです。あ、インジェラね、はい、インジェラは美味しい部類に入るんですか？私は好きです。飽きちゃうとかないんですか？あれだけを多分食べてたら飽きると思いますけど、具がね結構美味しいんですよ。肉炒めだったり、それも香辛料とかを使ったり、ローズマリーとか。あ、そうなんだ。そのエチオピアの独特のスパイスがあって、唐辛子の中にすごいたくさんの種類の香辛料、スパイス混ぜてるんですよ。それが辛さだけじゃなくて塩気とか香りとかいろんなものが混ざってすごく美味しいんですよ。それが癖になる気がします。そうなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画ではJICA 海外協力隊で何をしてきたのかみたいなところも含めてお話しいただいたんですけど、次の動画では今その経験を経て何をしているのかっていうところのお話をお伺いしたいなって思ってます。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。